まだ始まってないからありがとうございました。早いか。こんばんは。ピーチブーさん、ありがくまちゃん。ひらぎさん、ありがハート。はい、ついにですね、ついにこのイベントが最後の幕になりました。お疲れ様、ありがとう。はい、まだ終わってないんで、なんだろう、なんかあと1時間あるんでゆったりいきたいと思うんですけど。優しい。わさぴさん、アイスありがとう。まあでも楽しかったです。なんか、なんかまあね、すごい すごいね、もう宇多田ハツカは本当にマイペースで、みんなが頑張ってるレベルのことが当たり前のことができない人間で、なんかファンの方、いや、なんでやらないんだろうとか、みんなはこんなことしてるのにな、なんでできないんだろうってすごい思われたと思うんですけど、自分もね、自分で思うんですよ。なんでできないんだろうなと思うんですけど、でもなんかゆったりと最後まで配信ができてよかったかなと思います。私は楽しかったです。まあ今回ね、入賞が3位までなので、今が8位ということで、ちょっと3位までかけ離れてるので、ですが離れてて、なんかミスターはそう、さやりに応援お願いしますってツイートをしてたから、20日もそうしようかなとも思ったんですけど、なんかちょっとどうしてもね、最後まで頑張るぞーって、頑張りたいなって思ったので。まあなんかもう内心いや無理だよと思ってる方は、もう見てくださってるだけでもいいので、最後まで、目的を変えずにね、配信させていただけたら嬉しいなと思います。俊吾さん、ありが花びら、ありがとうございます。俊吾さん、ありがとうございます。まくりざしさん、ありがたこちゃん、それはね、もう理解してるんですけど、なんかちょっと途中でね、最後の最後で逃げ出したくないなーっていう気持ちがありまして。みじとさん、ありがかわいい、ありがとうございます。今日はたくさんチョコレートを食べてしまったので、今日はもうこの後は何も食べないで筋トレしたいと思います。こんばんは。えみとますみの内緒のお話。幸せ研究所、エミとマスミの、はい、最後まで楽しくね、やれたらいいなと思います。こんばんは。ご飯はカレーライスを食べました。
カレーライス、カレーライス、カレーライス。いいよ、星集めに来な、みんな。辛かった？うん、お母さんが手作り。ルーから手作り。ルーって言う方か、スパイスから、カレーの。カレー粉から手作り。ほんま。ジュニアさん、ありがとう。はは。誕生日おめでとう。こんばんは、んこ。ゆうやさん、ありがハート。まささん、ありがレインボースター。やめてやめて、みんなで楽しく終わりましょう。なんか指が痛いな。こんばんは、なるぴーおじさん。すーさん、ありが花びら。桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く。私たちに明日の地図。やめてやめて、推進しないで、自信。自由と勇気をくれるわ。みんなから見て、宇多田ハツカは最近なんかありますか？質問。くれるわ桜の花びらたちがさ、心どこかで希望の。チョンバイラブのこともたくさん話したよ。なんかチョンバイラブの〇〇について質問って言ったら答えますね。チョンバイラブ見てないことはさ、あれだよね、わかんないよね。ぜひ見てください。その方フォローしました、ありがとう。多分間違いとしたよね。お話し会で話したいことは、何でもいい。みんなと話するの久しぶりだから、本当にみんなが今思ってることなんか今こういうことしてるんだよとかでも全然いいし、背景このここで見たハッツがこうだったねとかでも本当にそういう話をしたい。おすすめのコスメ、私最近コスメで、ね、コスメ難民って言いますか、あんまりいいコスメみたいな正直ないんですけど、これがないとみたいな。そう、スノーペットマキューさん、ありがとう。花びら、あー泣かないように気をつけるわ。あのケイトの まつげ下地、マスカラ下地はいつも使ってる。あとこのねケラスターゼっていう美容室で売ってるオイルとシャンプーに変えたら髪の毛の調子が良くなりました。でも高いです、3000何百円とか。もう20歳か、大人だな。最近久しぶりに会った友達が茶髪になってた。チコミントさん、アットマークハッツケマイプレシャス、おーありがとうございます。そうケラスターズっていう、匂いも普通によくあるがちなヘアオイルの匂いなんだけど、すごくサラサラになります。そういうお年頃、どういうお年頃。
すごいサラサラになる。これはくせ毛よ、私くせ毛だから、くせ毛用です。みんな星集め頑張ってるね。星集めにしんなしんな、応援してるメンバーを最後まで頑張って応援するのだ。はい、サラサラいい匂い。ちょっとプランクチャレンジしれーとさ、インスタの終わってたんだけど、ちょっともう一回復活させようかなと思ってる。ちょっと最近さ時間が生まれてきたから、このイベント終わったら時間あるから、まあ、目標はジョン・マイ・ラブの一旦ライブまで、特にその後の予定はないから、一旦ジョン・マイ・ラブの前徹大集合までちょっと毎日筋トレしようかなって思ってまーす、思ってまーす。プランクでもなんか歌の練習も兼ねてやりたいから、一曲中ずっとプランク挑戦みたいな、まあ、正直途中でリタイアしてもすぐ復活とかすればいいよみたいな、ゆるい感じでやろうかにゃ。一緒にやりますか。今日めっちゃ AKB っぽいって言われる、これ衣装っぽいって言われる。宇多田ハツカ大改造計画、そう、一旦前徹大集合まで筋トレ毎日やろう。あと顔のむくみのマッサージをしたい。ゆうことまきかちゅうぶさん、ありがかわいい。あ、そう、さっきツイッターでやってたんだけど、前徹大集合の日にマーズさんとか、あの東温市で有名なカフェとかが出店、出店するらしいですよ。すごい。あ、まさかずさんも一緒にやってくれるの？やったー。そう、すごくない？出店だって。ああ、パパパパパパに、しゅふみさんありがとう、ハート。うん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 、え、すごくない？チームメイトのイベントのためにこんなお店とかが出してくれるんだよ、すごくない？昔の新潟に初めて総選挙見に行った時で思い出す、AKB のメンバーになった時にすごいお店が出てたのを思い出す。こんばんは、すごいでしょ、みんな6月25と26見に来てね、25と26見に来てね、どっちかでもいいから見に来てね。まずいた？癒される、本当ですか？いやだ、ヒーリング効果あるみたい。私ヒーリング効果があるみたい。あったよね、山梨もツアーっていうかあれだよね、川中湖だっけ、マーズっていう東温市にあるカフェ、そう、よくお世話になっているの。美味しいチキンカツとかが結構有名、あと美味しい季節のデザート、パフェとかかき氷とかもめっちゃ美味しい。最近も行った、あ、その写真あげてないからまたあげるね。川口湖か。でチキンカツはミディアムとかも多いから、あんま食べれない方はレディースにしといた方がいい、キッズでもいいくらいボリューミー。そう、前ミスターと言った時に知らなくて、ミスターがミディアム頼んだらでかいのが来て、あってなった。だからあんま食べれない方は、うん、レディース
だけど全然男性でもレディースで足りる方は足りると思う。普段大盛り頼んでますっていう方とかじゃないとミディアムはきついかも。ちょっと食べれるけどきついかも。パフェもね、でかい。フォローしておきました。やったー、ありがとう。パフェもね、でかいのよ。だから小で全然いい。私の胃袋は。今フォローした。絶対解除してまたフォローしてやろう。初見ですのでよろしくお願いします。どうも、寺村さん、ジムラさん、ジソンさん、ありがとうございます。ワクさん、ありがハート。ちなみに前行った時に私はブルーベリーパフェとイチゴパフェ食べたけど、イチゴパフェはもしかしたらもうないかも。たまたま復活してる時に行ったから。こんばんは、ポリ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 。チャチャチャヤシャ。小顔くんさん、ありがとうと。ワクさん、ありがとう。お疲れ、ありがとう。ありがとう。ワク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 正解教えて。ヒイラギさん、ありがハート。ワクさん、ありがシャクランボ。え、そうだよね。チキンカツでかすぎて食べれなくなるよね。え、パフェも頼んだの？頼んでない？そう、お話し会。知名度の野外イベントはさすがにないかな、今のところ予定はないかな。よかった、頼んでないのか。頼んだ後に、あ、無理ってなったら大変だったね。幸せ。この髪型なんか結婚式みたい。パー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 。ね、愛知で弁当やりたいね。どうやったらできるかな。どこかで誰かの川郷圭介 AKB48 グループの地平線さん、ありがとう。ありが川郷さん。うんうんうん。ふにゃポリポリ。スーさんがありがくまタワーを知ってくださいました。皆さんで、ね、一緒にお礼を言いましょう。スーさん、本当にありがとうございます。おじい、ありがくまちゃんのタワーが立ったわ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。もう嬉しくて十分幸せな配信のイベントでございました。本当に皆さんありがとうございました。終わりにした。まだ20分過ぎる。あ、ありが川郷圭介さん、ハートありがとう。タワーの前、ありがとう、ありがとう。チミン重力地橋後ろ、気づかなくても確かに今僕らは。マクさん、ありがお花。ありがたわ。スーさん、ありがたわ。
ありがたい、ありがたわ、ありがたばわ、こんばんは、こんばんは。ギター？いいよ、弾こうか。じゃあ持ってきて、あのあっちから入ってきてね。アメジットサリがオンプ、ヒラギサリがハウト、 My heart is beating。 Can't stop loving you even for a second to am macho。 Please tell me go Hibi go。 懐かしい、懐かしいな。遠くのアンジャスアリがお花、もう覚えてないや。 I can't stop loving you even for a second しか覚えてない。 Te amo mucho Please tell me Yes, here we go。 最初思い出せないもん。もうあんなにやったのにね、100回くらい、120回くらいやったっけ。会いたかった公園、私言ってポジションずっと一緒だったから、ずっと英語言ってたよね。あ、やってくれてる。あー、こんにちは、こんばんは、なら。あー、カイリマール、イエース、カイリマール、チューニング、チューニング、私の心はチューニングだ。しーしー、みんな欲しがってる、頑張ってる、えらいよ。最後まで共に頑張ろうね。応援してる人は違えろ。すごい初訪問がいっぱい。でも多分名前読んだら気まずい感じになるらしいから呼ばないけど、多分耳でやってない、携帯。あ、あれが川越 KSKAKB48 グループの地平線さ、花びらありがとう。キャンさんありがとう、ありがキャンさんもありがとうね、お弁してくれてイベントずっと。川郷圭介さん、ちょっと父上うるさいよ、ちょっと父上うるさいよ。川郷圭介 AKA、 あれ AKA だった、 AKB って呼んでたのに。48グループの地平線さん、ありがはにゃびら、台湾いろいろしさんもありがとう。やす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 、踊ってるのか父上は、のんのん YouTube 見てる、 YouTube 見てます、人の。はい、ありがとう。さすが、私の母の方が作ってくれたちくちくだ。はい、と言って持ってきたのはいいものの、ギターは超久しぶりに触ります。あー、いるかも。いるかも。久しぶり、ちょっと詰め切ってないが、ギター弾くつもりなかったから。そう、妹ギター教室とかやってるからね。ギター弾けない。ひらげさん、ありがはん音符、アメジストさん、ありがかっちょいい、かっちょいい。
E と E と D と C しか弾いてない。ケイさんありがとう。楽譜はまだか。妹よ。しんのすきさんありが結婚して。ありがレインボースター。ああ。2020え？これ2020なの？ダブルハーツク。楽譜ない？あれ？消えたな。まさかだったマフフさん、ありがありがケーキいいよ。じゃあ久しぶりにギターを弾きたいと思います。ちなみに言いますと、私はギター全然得意ではありませんちょっと待ってね、どうやって立てようか試行錯誤中。アコギの音って癒されるよね。エリオールマルさん、ありがくまちゃん、ありがくまい。エリオールマルさん、ありがとうございます。久しぶりに弾く、合ってるかな。ギター声聞こえる声聞こえる。止まんない方がいいよね。
がとうございました。あ、そう、いっぱい音符送ってくれてたね。川川圭介さん、ありが音符たくさんありがとう。キャンさん、ありがペンライトありがとう。ひらぎさんも音符ありがとう。アメジットさん、ありがペンライト。チャクリル、あー、ありがとう、いっぱいありがとうね。キャンさん、ありがとう、かわいい、ありがとう、うれぴー。キャンさん、ハートや、ギター、超久しぶりだ。ギターって結構毎日触らないとダメだからさ、こうやって久しぶりに行くと全然弾けなくなるね。で、言ってちゃんとやったことないけど言ってちゃんとやってないけど、前もありがとう。久しぶりに弾くとすごいまたやりたくなるね。私365日の紙飛行機しか弾けないから、ちょっと楽譜ないと弾けないし。妹、妹、なんかさ、タブレット1個ちょうだい。携帯でもいい、携帯でもいいからタブレット1個ちょうだい。Yes, a tablet. パパパパイ。ギター弾こう、みんなで。折り紙上手やった。犬の気持ち。さん、ありがブラボー。あれ？ギター買いに行こう。もう本当に。しかいけない。ギターってさ、ドラムできるのすごいよ。なんか簡単なんないかな。すごい、アンジーもあるの、ギターのコード。早くない？仕事早くない？弾けないけど弾いてみよう。できないよ。 S のピアットマーク S さん、ありが花びら。ブリムちゃん、ありがお花。ジョン万次郎さん、ありがくまちゃん、ありがとう。ジョン万次郎さんがありがくまタワーしてくれてる。ジョン万次郎、ジョン、なーに。じゃあみんなでお礼を言いましょう。ジョン万次郎さん、ありがくまタワー、タワーが立ったわーと。旦那さんから、ジョン万次郎さん、ジョン万次郎さん、ジョン万次郎さん、ジョン、ジョン、なんかそういう系のセリフあったかな。はい、どう、ありがとう、過ごしたい、日は愛しく。
20分かな、弾けない気がするけど弾いてみよう。じゃーん、ちまさありが音符。どこかで誰かの笑い声がして知って風が幸せを作ろうします。あんもあるけれど、世界にはいっぱい誰かがいる。どうえ、どうえの君たちだと思って、下でちょっとスクロールします。これこの広告邪魔やな。何この音、これちょっとやったことないから弾けないけど、ちょっと頑張ってみる。ええなんのはのはさらりあり共に生きているのは何みんな出会えるのだろう。夢を叶えたい、あ、間違えてる？叶えるような、違いのない存在、お前の家、あ、間違えた。バン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 、歌えないところは歌で歌っていこうぜ。エースのあれ、どこから私読んでないんだろう。川川圭介さんいっぱい音符、ちょっと後でじゃあ読ませていただこう。本物の川原が配信見てる。やだ、ギター下手くそなのにギター上手い人にやられるときにちっちゃ、そう見てるか、ギターを。何ヶ月ぶりなんだろうこれ、半年ぶりくらいかな。すれ違うだけじゃなく、知り合って仲良くなっていい。あ、でもこの曲さ、練習したら弾けるようにさ、一緒に歩くだけ。このこれ音符弾けない。
ません。川越景色さん、いつのもペースさん、花びらありがとうございます。スミーさん、ありが花びら。アメジストさん、ありが音符ちゃん。いい曲だよね。ひらぎさん、ありが音符。まさかざっとまく、うふうさん、ありがしゃくらんぼ。ひらぎさん、ありが音符。アメジストさん、ありが音符。川越景色さんも音符ありがとう。ありがとう。あと17分、早いね。じゃあと1曲、またギターって弾き出すと止まんなくなっちゃわない？え、そうそう、ギターずっとさ、ギターをさ、妹に貸しててさ、買わないとないからさ、買いに行かないといけない私。もう、全然弾いてない。さんに聞こうかな、どのギターがいいと思いますかって。私ギター全く分かんないからさ、なんか見当がつかなさすぎて、いっぱいさ、なんかさあるじゃん、ギターって種類が。だからさ、どれを選べばいいのかがね、分からないんだよね。え、すごい、離れていてものギターコードがあるよ。簡単コードがありがたいですね。ちょっとでも離れていてもイントロ覚えてない。昨日は吹いてた幸せの、これは何ですか？風が、ほら音合ってますか？風の風が、あいつ、ちょっと待って、あ、もしかしてこれさ、カポとかやんないといけないやつかな。あ、本当だ、カポ4って書いてある。ちょっとカポちゃんないよ、私宇多田カポちゃん持ってない。キンカポってさ、やんないとダメなの？あの、やんないとさ、音変わっちゃう。ブリゴンさん、ありがさくらんぼ。宇多さん、ありがケーキ。レッスン場が好きなもの持ってくといいやつよ。進めるな、進めるな。で、私カポ買わないといけないわ、カポちゃん。昨日は吹いてた幸せな風が、あいつの間にか止んでしまった。とて立ち止まって空を見上げ、誰もが明日が見えない世界は不安で、心があと少しだね。あと14分だ。もうお話しした終わりにしよう。誕生日プレゼントギターはちょっと親の負担が大きすぎるでしょ。だって何万円もするもんね。ということで、ひやぎさん、ありが音符。うどさん、ありがさくらんぼ。え、くれるんですか？楽器はね、プレゼントの無理だけど、確かに二十歳だわ私。確かに。まくりだしさん、ありが花束。まあでもさ、まあでも二十歳でお礼はしたいのはこっちだしね。私が何かあげたい側だよね、二十歳って。ここまでね、育ったんだから、ここまでね、育ててくれたのはね、20年間元気に育ててこれたわけですから。昨日は、ということで、あと15分でね、このイベントが終わりますね。いや、あっという間でしたね。あっという間だったな。まあ、配信はこれからも、ね、たくさんできてはしたいと思っているので。
よろしくお願いいたします。しゅんぐさん、にがさくらんぼ。次はダヌゲノシンさんが来た。あ、名前変えてる。ダヌゲノシンさん、父上、ありが、これケーキタワーじゃん。ひだきさん、ありがハート。ダヌゲノシンさんありがとう。ちょんまやのちゃんと見てくれてるのかな、ありがとう。ひだきさん、ダヌゲノシン、父上、父上、父上、夫の次は父上がありがとう。父上とあんまセリフのやり取りしないもんね、舞台上で。いっちゃん最初の嫌なものは嫌と綺麗で見つめ合ってみたいなやり取りしかしないもんね。すごい、なんかすごいせかしてくるやん。イベント終了まであと10分で。オミティさん、ありがハート。ビートルズは聴かないけど昔好きだったな。好きっていうか一曲 You Say No って曲が好きだった。何このフミティさんがくれたやつ、この白いの、これ何。あ、見えない見えない。あ、ペンライトか。歌かまさん、ありがハート。おお、いっぱいありがとう、ハート。My dream, beautiful dream, dream. ゆうがりさん、ありがレインボースター。青と白のペンライト、なるほどね。おー、すごいいっぱいありがとう、歌かまシャンハート。いっぱいすごいハートいっぱいたくさん。おい、すごいハート1000個もくれたの、ありがとう。ラブで溢れてるね。ジャマイラブだ。ハートパ。じゃあ一人ずつこの、1週間のイベントを終えてどうだったか聞いていきたいと思います。はい、どうでしたか。はい、はつかちゃんの顔が毎日見れて楽しかったです。あー、やっぱりギターってビートルズ練習しやすいの。じゃあ練習するね、教えてくれてありがとう。そうなんだ、私ギターが始めようと思った理由はビートルズさんなんですよ。でもなのに弾いてないんだけどでもギターを買おうと思った理由はビートルズさん。なんでかっていうと、小学生の時に英語の授業でビートルズの You Say No ってビートルズさんですよね。ビートルズさんのこの I say yes da 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 and I say I don't know っていう歌があるじゃないですか。あれを聴いた時にこの曲をギターで弾いて歌いたいと思ってギターを買ったのが初めて。マシマシになった。本当に私この配信期間中にまたファンの方に嫌われてたかなとか思ってた。フレティよかった、そうやって言ってもらって。あと8分。まあジョン万次郎もダンの芸能人さんも応援しに来てくれたということで笑顔で終わりますね。ギターいいやんね。いや、なんかみんな頑張ってさ、ちょっと待って、なんか私の小指の爪どうなってんだろう。これ足の爪がなんかすごいことになってる。もう私足の爪だけボロボロなんだよな。よかった、まさかの頭くうふふさん、ありが花束。ひどきさん、ありがハート。なんかすごいみんなたくさん企画とか考えてたのに全然ねできなくてさ。ゆうらぎさん、ありがハート。有名人会ったことありますか。はい、美しさ再確認。はぁ、そう、
ウドさんありがとう、ヒルギさんありがとう、ウドさんありがとう、あなたばありがとう、フミティさんもありがとう、バン、まあ、でもゆるゆると楽しくさせていただいたんじゃないかと思います。あと7分だ。誰に会いましたか。誰でしょう。首が揺れるタイプ、誰でしょう。妹、妹、じゃパスワードが分かんなくなっちゃった。何？パスワードが分かんなくなっちゃいました。なんでパスワードが分かんなくなっちゃった、携帯の。ひらぎさん、ハートありがとう、うどさん、アカウント作ってるんだけどさ、みちさん、リガコバン、よいしょ、優しい。チョコミントさん、アットマーク、イベント楽しかったよ、ありがとうね、ありがとう、優しい、ありがとう、ありが、じゃあみんなで一緒にチョコミントさんにお礼を言いましょう。チョコミントさん、ありがくまーたー、ありがとう、私も楽しかったよ、毎日来てくれてありがとう、コメントしてくれるおかげで楽しくできました。スナンペアさん、ありが花束、ヒイラギさん、ありがハート、ふどさんありがハート、高松さんありが花束、待って今私は待って竹蔵になってるねえ、竹蔵になってる、だってさ、いやこの方さ、いやだって今日え、だってすごい最後の枠に現れた謎のジョーマイラブの方次は竹蔵になってる、歌川さんありがとう、竹蔵さん、竹蔵さんに皆さんでお礼を言いましょう。竹蔵さんありが、くまちゃんの玉、竹蔵さんありがとう、なんかすごい謎の方だね。あ、待って、分かったかも、え、違うかな、違うかな、待って、分かったかも、いや違うか、分かったかなと思ったけど違うか、誰か分かったかもって思ったけど、うどさん、ありがはな、あれ違うかな、違うかな、分かんない、違うか、同じ思ってる人と違うか、あと3分で終わるんだけど、ランキング読んだ方がいいよね一旦。13位ゆうごりさん、ゆうごりさんありがとうございます。12位ひやぎさん、ひやぎさんありがとうございます。11位川郷圭介、アットマーク AKA フォーテッドグループの地平線さん、川郷さんありがとうございます。10位まさかず、アットマークウフフさん、まさかずさんありがとうございます。9位わさっぴさん、わさっぴさんありがとうございます。8位ブリゴンちゃん、ブリゴンさんありがとうございます。7位アメジストさん、アメジストさんありがとうございます。6位ワクさん、ワクさんありがとうございます。5位マックリダシさん、とマックパピオンドポコさん、マックリダシさんありがとうございます。4位キャンさん、キャンさんありがとうございます。3位スーさん、スーさんありがとうございます。2位チョコミントさん、とマックイベント楽しかったありがとうね、こちらこそありがとう、チョコミントさんありがとうございます。お、名前変えてる、ジョーマイラブ大好きになってる、ジョンマイラブ大好きさん、ありがとうございます。最後はね、すごい笑いをありがとうございました。あと2分だ。ありがとう、多分切れないと思うんだよね、そう
切れないはず。確かイベントの最終は普通の配信に切り替わるのよ。ありがとう、最後にありがとう。8位、いいですね。あと1分、あと1分、もう終わっちゃう。踏み手が滑った。初めて手が滑った人見た。嘘、待って、嘘だよ。あ、もう確かに。ふみちさん、最後にありがくまちゃんのタワーありが、じゃあみんなで笑いましょう。ふみちさん、ありがくまちゃんのタワーということで、多分終わったかな。うどさん、ありがさくらんぼ、川川圭介さん、ありがとう。お疲れ様でした。お疲れ様。みんなのおかげで無事イベント終わったぞ。イベント終わったぞ。タラッタッタッタ、タラッタッタッタ。よし、じゃあ、あ、終わったってきた。お疲れ様。川川圭介さんも最後までありがとう、頑張った。ありがとう、みんな頑張った。ありがとう。じゃあこの結果が出たらまたお礼配信します。本当に最後までありがとうございました。この歌を支えてくれて、うん、個人的には楽しかったです。みんなのおかげで、なんか最近ファンの方との交流ができてなかったので、みんなとたくさん話ができてよかったです。なんかこのあれ、この配信中はあんまり、配信中でなんかすごい、なんか、うん、もっとできたかなって気持ちもなきにしもあらずではあるんですけど、なんか今日のおかげでまたこれから頑張ろうって思いました。この1週間を得て、あ、歌にまだファンの方がいるんだって認識できたので、これからもよろしくお願いします。じゃあ本当に本当にありがとうございました。また明日とかもまた普通にショールーム配信をするので、ゆっくり楽しんで、これからもよろしくお願いします。それではみんなありがとう、バイバイ。さすが8、一人だけ取れる、8取ったぜ。それじゃあまたね。まあ、まだ結果出てないけど。